はい、光合成の問題です。第5問、植物は光エネルギーを用いて光合成を行うということで、真の光合成速度とか見かけの光合成速度のことが問題になっています。問題文読みますね。樹木 X のヨーヨーを用いて大気中20度に保温して光の強さを変えて酸素放出量の時間的な変化を調べた、ね。ただし酸素の放出量は光を照射した後に放出された酸素の総量ですよ。総量ね。7段階の光、光の強さが0、25、100、200、500、1000および1500っていう光の強さ、で観察して、光の強さが1000と1500の時の酸素放出量は同じ。普通二酸化炭素の吸出量で見ますけども、この問題は酸素放出量で言ってますね。で酸素放出は、暗黒中ではなかった、それで樹木 X の呼吸速度は光の強さによらず一定であるというふうに考えましょうということで、こんなグラフがあります。で問題の1では、酸素放出量は見かけの光合成速度を反映していると、で植物が実際に行っている光合成の速度とは異なる、ね。光合成速度と見かけの光合成速度、高校の教科書の中にも出てきますけど、でここでは植物が実際に行っている光合成の速度のことを真の光合成速度と呼ぶと。これ昔は全部こうやって言ったんですけども、今この言葉なくなりました。こっちの方がいいかなと思いますけども、で実験結果から考えられて次の中の、最も適当なものを1個選べというんです。じゃあ光合成の速度と真の光合成速度、見かけの光合成速度か、見かけの光合成速度と真の光合成速度何が違うのかっていうのをちゃんと確認をしておきましょうね。大事なことはですね、光合成っていうのは植物がやるんじゃないということです。植物がやるっていうふうに考えている、それは見かけの光合成速度です。光合成をするのは誰？それは見かけ上植物がやるように見えるよ。それはね、ね、あの植物がやってるんだよ。でもそれは見かけ上であってですね、実際にやってるのは葉緑体です。葉緑体が光合成をしているのです。それ植物という生物の細胞の中に住んでいる葉緑体が光合成をしているのです。でその、光合成をしていることをこの問題の中では真の光合成、というふうに言ってます。ところが実際に観察できるのは葉緑体だけ取り出して活動を観察するなんてことはできませんので、普通は植物を観察するわけです。でこの問題でも葉っぱの面積あたりの酸素放出量を見ているわけです。でこれはすなわち植物の葉っぱですね。当たり前ですけども、植物の葉っぱの酸素放出量を見てるんです。だから見かけ上なんです。見かけ上の光合成を見ているんです。じゃあ本当の葉緑体がやってる真の光合成速度というのはどこを見ればいいのか、というのをこのグラフからちゃんと読み取れてますかと、そういう問題なのでございます。よろしいですか。細胞の中の葉緑体とミトコンドリアどういうふうに活動しているのかを考えましょう。まず真っ暗闇の中でどうなっているのかを考えてみれば分かりやすいですね。暗黒中っていうのは光合成が行われません。これは全く行われません。グラフで言うとここです。光の強度が0です、ね。時間7分間、光合成をさせたら、光合成はなかったんだけども、実際にはだって光合成で真っ暗闇だからしてないからね、してないんだけども、マイナス1の酸素の放出ですから、マイナス1の放出ですから酸素の吸収があったということですね。それはどこに行ったのかっていうと、ミトコンドリアの呼吸に行ったんだよ。ミトコンドリアだけじゃないかもしれないけどさ、ね、酸素の利用される化学反応に行ったわけだよ、ね。この酸素っていうのは細胞の中から吸収されるけども、細胞の中で足りなくなれば当然外から、細胞の外、植物の外から酸素を吸収するわけです。でこの酸素の吸収量がマイナス1、放出に対してマイナスですから1の吸収があったということです。すなわちこの生物は7分ごとに、毎7分ごとに呼吸の量としてマイナス1、酸素の O2-1 の吸収をしているということです。でこれはずっと止まりません。どんなに光合成を行おうが、光合成が行われ なさそうが、日本語になっておりませんね、光合成をしようがしまいが、この呼吸は同じですというふうに問題の中にさっき書いてありましたね。
で、このグラフを読みなさいというんです。もう一個だけ確認しておきましょうね。補償点の時ってどうなってるんですか？補償点。光合成と呼吸が同じ量をしているので、見かけ上、酸素の放出も二酸化炭素の吸収もないという点ですよね。呼吸のこちらのミトコンドリアが行う呼吸が1の酸素を吸収するのはこれは変わりませんよ。ね、で、これ光の強さ25の時、が補償点になりますけども、酸素の放出は全くありません。吸収もありません。酸素はこれ外から吸収しなきゃいけないんですけども、これ吸収しなくていいっていうのは、光合成が始まっていて、光合成の酸素が全部こちらに回されるから。酸素吸収量と二酸化炭素吸収量っていうのは、モル比ってわかるかな。分子の数で言うと同じ数になります。1個の酸素吸収すると1個二酸化炭素出てきます。1モル吸収すると1モル出てきます。1モルの二酸化炭素出てきたら、この1モルの二酸化炭素はこちらの方の光合成に全部吸収されてしまいます。ですから、このマイナス1の吸収は外からする必要がありません。見かけ上、酸素は細胞の中だけでぐる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 回っていて、外からの、酸素の吸収も二酸化炭素放出も全くない、というふうな状態が見えます。それが補償点ですよね。光合成と呼吸が等しくなっているとき、それが光のグラフでいうと光の強度が25の時ということだ、ね。次の問題、問題の1の中で、正解のところを先ちょっと見ておきましょうね。全部解説すると長くなっちゃいますから、正解3番なのかな、ね。光の強度500の時の真の光合成速度は、光の強度100の時の真の光合成速度の2倍だと。さあ、これどういうふうに考えられるかな。もう一回この図に戻りますね。光合成の速度、真の光合成速度ですよ。真の光合成速度というのは葉緑体がやってる光合成速度ね。光の強度が100の時、見かけ上葉っぱは3の二酸化炭素じゃない、ごめんなさい、3の酸素を放出しましたと言ってますね。でも呼吸はずっとやってるんだからね。と、酸素は本来1の酸素がミトコンドリアに吸収されるはず。その吸収される分は葉緑体の光合成で出てきたものからの分が吸収されるはず。でもそれにもかかわらず3の酸素が外へ出てったっていうことは、余った分が3だよね。で、当然二酸化炭素の方、光合成の量というのは二酸化炭素で運ばれますからね。二酸化炭素の方もモル比で言うと同じですから、1の二酸化炭素が出てくはず。で、この1の3二酸化炭素は葉緑体の光合成に当然利用されるはず。でもこれじゃ足りないから、酸素の量と同じ量の酸素二酸化炭素を外から吸収しているはず。これ光の強さ100の時ですよね。そうすると真の光合成速度、光強さ100の時っていうのは、3の二酸化炭素を外から吸い込んで、ミトコンドリアから出てきた二酸化炭素1を吸い込んで、この合計、これが葉緑体がやってる。真の光合成っていうのは葉緑体がやってるんだからね。そうすると、真の光合成っていうのは、3の外から吸い込んだ分と二酸化炭素、まあ、ミトコンドリアなどから供給された二酸化炭素1を足した分で4。ということになるよね。これが光の強さ100の時だ。光の強さ500の時はどうなるか、ちょっと色変えてね。光の強さ500の時っていうのは、外から7の二酸化炭素、じゃない、外に7の酸素を出したって言ってる。で、外に7の出した、酸素を出したのは、こちらミトコンドリアに行く1の酸素の他に7出したんだよね。当然二酸化炭素も1の二酸化炭素が葉緑体へ、ミトコンドリアが葉緑体へ行く以外に7の二酸化炭素を外から吸い込んでるよね。そうするとこの時の二酸化炭素の吸収量、それが光合成速度だけども、それは外から吸い込んだ分とミトコンドリアなどから供給された分の1を足した8だよね。まあ、グラフの底のここからの高さ、ここからここまでが8で、まあ、単純に言うとこのグラフのこう読みなさいということなんだけどさ、ここからここまでは4でしょ。だからこれは2倍になってるでしょっていうね。
グラフだけを読みなさいって言うとさ、これでグラフの底のところ、呼吸だけ行われているところからの高さを見て、4と8だから2対1で2倍っていうけども、実際にはこうやって細胞の中で、ミトコンドリアと葉緑体の中で酸素のやり取り、二酸化炭素のやり取りが行われているわけですよ。よろしい？よろしいですか？ね。ということで、この3番、こいつが、正解ということに、なるわけでございます。次の問題で、陰陽と陽陽の、ちっちゃくしなくてよかった。陰陽と陽陽の違いの、問題が出てます。陰陽と陽陽の一般的な性質に基づいて予想したっていう問題が出てます。陰陽、陽陽の違い、わかりますでしょうかね。これ、ブナなんですけども、ブナね。こっちの方、ちょっと色が変わった方がいいかな。こっちが、ヨーヨーです。色が濃くて小さくて厚い。これがヨーヨーです。日向の方のブナの葉っぱです。これ同じブナの木から取った、これが、陰陽です。大きいけれど薄くて、色がちょっと薄い、色も薄いね。で、断面を取るとですね、これがヨーヨーです。これ索状組織がすごく厚い。この部分が索状組織です。これがすごく厚いので、これがヨーヨーです。陰陽の方はそれに対してですね、断面を取ると非常にこう薄い、索状組織がとっても薄い、これが陰陽です。見た目はこんな風に違いますけども、光合成曲線だとこんな違いがあります。ちょっとこれ分かりにくいですね。極端に書くと光合成曲線は、陽陽の方が、高飽和点も高い、でも補償点も高い。こんな感じ。これ日向で。に、ついてる方の陽陽の葉っぱ、こっちの葉っぱ、ね、陰陽の方は、高飽和の時の最大光合成量も低いけれども、高飽和、補償点も低い、こんな感じ。極端に書くとこうなるんだけど、実際にはこうなんだけど ね。で、問題の中で、問題に戻ると、問題の中で何言ってるかというと、陰陽のような一般的な性質に基づいて、正解これだと思うんだけど、正解から見てきちゃいますけどね、時間がないんで正解から見ていくけど、こう光の強度25の光を陰陽に照射すると酸素の放出が見られるんだって。どうなの、見られるのかな。さっきね、陽陽のこの光、1個前のこの、もう1個前か、補償点のところ、補償点の時ね、光の強度25だったよね。25の時が、この問題は陽陽の問題だったから、陽陽の補償点が25ってことだ。先ほどこっちに戻って、陽陽のグラフの補償点、ここが25の光ってことだ。この時陰陽のグラフは上に行ってます。こちら上に行ってます。もうね、プラスに転じてます。ここのね、ゼロの、ちょっとこれ見にくいけどね、実際には陰陽の方、この黒い点々の方のグラフが陰陽のグラフなんだけど、上に行ってます。ということは、二酸化炭素の、この酸素か、光合成の方が活発になるから、陰陽の方はここで光合成の活発さによって O2 の放出をすると、いうことが考えられます。それは普通の陰陽と陽陽の、性質から考えて、ごく当然のこととして推測できます。だから多分これ正しいでしょう。ということで、まあ最も正しいものを一つ選べ、6番が、正解でよろしいんじゃないでしょうかね。最後、問いの3番目、真の光合成速度を別の方法で、調べましょうという問題なんです。どういうことをしたかっていうとですね、芽生えを用意して、一方の芽生え、ね、一定数の芽生えには、光をちゃんと当てた。同数の芽生えは暗黒状に置いた、ということをしたっていうんです。で、何をしたら真の光合成を見積もることができますかっていうんですね。真っ暗闇の中に置いとけば光合成しませんからね。こうなりますよね。こっちから見ようか。対象群の方真っ暗闇ですね。光合成しません。こちらの方は、青で書いた方がいい。こちらの方は光合成しません。全くしません。もう酸素は外から吸収しっぱなし、二酸化炭素は外に出しっぱなしでございます、ね。対象群、実験群の方は光合成もします。当然呼吸もします、ね。酸素は、
外側から外へ放出もするでしょう。ミトコンドリアにも行くでしょう、ミトコンドリアの放出された二酸化炭素はこっちも行くでしょう。外から CO2 は吸収されるでしょう。でもこれらの二酸化炭素とか酸素の、吸収量で測定するんじゃない方法でって言ってるんだよね。あと何見ればいいのかというとですね、ここ、光合成で作られる炭水化物、CH2 は炭水化物ですけども、この炭水化物はミトコンドリアの栄養源として当然使われます。ところが自分で使うミトコンドリアの成長等で使われる二酸、炭水化物以外に残ったものはいわゆる同化産物として成長に回されます。残りが出てきますよね。この部分はどん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 増えていきます。プラスになるはずです。でもミトコンドリアの方に入っていく部分も消費する分もありますので、こちらの部分はよくわかんない。でもこっち見るとこれはもう単純に消費するだけですよね。こっちから入っていくだけ、細胞の中から、生きていく分で使われるだけ。もしここの分が同じだとしたらさ、ここでね、光合成してる方してない方でこの今太い青で書いた矢印の量が同じだとしたらさ、こっちの方はどん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 、体重が減っていく、減少していくわけだけども、この減少した分、スタートの時から減少した分マイナスベータだとしたらね、この減少した分っていうもの、これが変化したとしたら、この変化した分がここと同じだと。そしたら合計と炭水化物っていうのはアルファとベータ足してやれば出てくるんじゃない。これはこれらの実験をする初めの状態からどれだけ減りました、もしくはどれだけ増えましたっていう、いわゆる体重を、植物の体重を測ってやればわかるんじゃないか、という考えで正解に行き着くのが、これでございましょう。植物の体重の変化、植物の体重の変化って言いませんけども、乾燥重量って言うんですけども、それを追いかけると同化産物、細胞の中に蓄積された、同化産物の量の変化が分かって、それで光合成の量が推定できるんじゃないかという、問題でございました。はい、それではここまででございます。